난 지금 북한에 와 있다. 소도 무시를 나타내. 어디 다친 데나 없어? 젠만 아니다 뭐. 젠만 아니다. 이렇게 모르는 사람이 보면 울고 있지 않느냐고. 시간을 잊어버릴 정도로 楽しかったですね. 한국 드라마 아이의 부착. 今、性別や世代を超えて人気を呼んでいます。物語は、韓国の財閥令嬢セリがパラグライダーの事故で北朝鮮に不時着したことから始まります。出会ったのは、北朝鮮の将校ジョンヒョク。セリを韓国に返そうと、かくまい、奔走します。一緒にいるだけで、違法な二人。それでも愛し合うようになり、さまざまな困難が立ちはだかります。実はこのドラマ、コロナ禍の今だからこそ心に響いたという声が相次いでいます。おはようございます。NHK の藤坂です。福岡市に住む40代の女性もその一人です。不時着って何だろうっていうような思いもよらなかったところに着いてしまったっていうところと、私たちが今回コロナっていう思いもよらなかったものが世界中に今来ちゃったっていう、なんかちょっと世と少しリンクしてるというか。ドラマでは予期せぬ事態に戸惑いながらも共に乗り越えたり大切な人を守ったりする姿が描かれます。このドラマを見て一言で言ったらやっぱり愛ですかね。愛する人をやっぱ大切にしたいなっていう気持ちになりましたね。なぜ愛の不時着は人々の心を掴んだのか。韓国映画やドラマの制作分析を行う泉千春教授です。長年韓国の大学で働きながら現地で役者指導や日本語翻訳を務めてきた泉教授。今日は皆さんに特別公開をしたいと思います。アイウェオです。主人公セリの日本語教師を務めた経験もあります。泉教授がドラマで注目したのは不時着したセリを迎え入れる人々の温かさです。コロナ禍を生きる私たちが日常の尊さに気づくきっかけを与えたと分析します。今まで当たり前だったものが新型コロナのせいで亡くなった暮らしをしてます、ね、でもないけれど逆にこう人間的な交流をしながら喜びを感じることができる暮らしをしている。ものが豊かにしているわけではなくて人が大事なわけじゃないですか。喜びであるとか感謝する気持ちであるとかそういうものを気づかせてくれたんだと思います。ドラマから生きる力をもらったという人がいます。福岡に住む宮坂直人さんです。去年9月にベトナム人女性と結婚。福岡で暮らすはずでしたが入国制限で往来が難しくなり離れ離れのままです。ただただショックです。ですね。理由は違えど、やっぱお互いがお互い国境を閉ざしてるんで、会いに行けない、会えないですね。テレビ電話を通じて、一緒に愛の不時着を見てきた2人。心に響いたセリフがあります。願い続けてれば、いつか必ず会えると。ジョンヒョクさん言ってた。うん、コロナウイルスで、飛行機が飛ばなくなって会えなくなってしまった。だけどこう願祈り続けてれば必ず会えるようになると、国境が開くと。それがもう本当印象に残ってますね。今2人はその言葉を胸に再会を信じて語学の勉強に励んでいます。夫くん、直人くん、お元気ですか？日本はちょっと心配です。私は福岡に行きたいです。一緒に頑張りましょう。とても愛してます。
次会った時は大きな人間になろうと、ジョンヒョクさんとセリさん回を重ねて成長するみたいにと、いろいろ困難はあるけど必ずお互い乗り越えられると、そういうこうパワーというか力をくれるドラマですね。愛の不時着がもたらしたもの、それはコロナ禍の今を生き抜くための揺るぎない強さでした。